出発します。はい、朝10時になりました。今からもう一回点検して出発します。はい、それでは出発します。ここからお客さんまでは30分ぐらいですね。なので、10時半到着予定です。はい、ストップサイン止まります。タッと、はい、ここからですね、カリフォルニアのステートロード99番、99をサウスに下っていきます。今出発前にチェックしたところによれば渋滞はなさそうですね。さっきのラブズにはちょうど5時間ぴったりぐらいの滞在でした。カリフォルニア州はね、うっかりしてるとねスピード出しすぎてしまうんで、ロードサインにはね65マイルとかって書いたんですよね、スピードリミットが。でももう僕らは55マイルしか出せないんですけどね、それ忘れてふーってアクセル踏んじゃう時あるから。まあアプリがね GPS でスピードも測ってますから、制限速度よりスピード出してると警告音鳴らしてくれるんですよ。それで気づくことができます。まあ、誤作動も多いんですけどね、全然スピードオーバーしてないのにピン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 とか言って鳴ってくる時ありますけど、まあ、カリフォルニアでは特に役に立ちますね。まあ、カリフォルニアのね、まあ、みんながよく言う恐れている難敵、まあ、敵じゃないんですけどね、 CHP っていうカリフォルニアハイエーパトロールっていう人たち、まあ警察みたいな、そういう人たちが速度取り締まりやるんですけど、もう本当に 1,2 マイルオーバーしただけで取り締まるって言ってましたから、ちょっと他のステートじゃ考えられないですよね。フロリダは、まあ、こんなこと言っていいのか分かんないですけど、一般車は多分5マイルオーバーまで多分見逃してくれますね。っていうのはね、フロリダの整備なんですか、規格みたいなのがあって、スピードメーターの誤差は 10% 未満って書いてあるんですよ。 10% よ。だから50マイルの制限速度だったら5マイルプラスマイナス5マイルまで OK みたいなことでしょ。プラスマイナスの誤差 10% って書いてあったから、だから70マイルの高速道路だったらプラスマイナスだから7マイル、プラス7マイルマイナス7マイルまで許容されるはずなんで、まあそれくらいの誤差は認められてですけど、他のステートはちょっと分かんないですね。まあカリフォルニアは特に厳しくて、うちの会社の人たちもまあそのね、摘発されたりDOT のインスペクションを受けたりとかってことがあるとすぐ会社に共有されるんで、そういうの見てると本当下り坂で数マイルオーバーしただけで取り締まられたっていうのとか見ますからね。ちょっと制限速度よりちょっと下回ってるぐらいで僕はいいと思ってるんですけど、でもこの暗黙の了解でみんな60マイル以上で走るんですよね、トラックが。でおめえ遅えよみたいなことになっちゃうんですけどね。ねえ、切符切られんのだけは本当勘弁だからさ、トラックの違反の罰金きついっすよマジで。一般車の比じゃないぐらい高いですからね。
僕はもうどんなに煽られてもオーバーしないように運転しようとは思ってるんですけど、まあでも人間だからさ、うっかりがあるじゃない。でもまあ、あの警告音で気づくことも多いですね。ちょっとカメラで伝わるかは分かりませんが、空が白っぽいですね。なんか澄んだ青空という感じがしないですね。なんでしょうか、これ山火事とかどっかで起きてるのかな。なんかこうすっきりしない空ですね。なんだろう、まあすごい何十年も前のイメージで喋るから今は違うかもしれませんが、首都高湾岸線を横浜港を過ぎて川崎に向かって走っていく時の空みたいな感じですね。なんかこう白っぽく見えますね。そして今カリフォルニアのステートロード99をずっと走ってきて、この先213番の出口で降ります。そこからだいたい3分ぐらいですね、お客さんまでは。でライブロードなんで、どれくらいで積んでくれるかなというね。今日はもうちゃちゃっといてちゃちゃっと進みたいんですけどね。よいしょ。これで After a quarter of the mile, turn left.ここら辺はディーゼルちょっと安いですね。5ドルいってないですね。ここら辺はターロック、カリフォルニア州ターロックという都市ですね。あ、ちょっと停止線からはみ出してる子がいるよ。いけるかな。ということで、ぼちぼちお客さんに到着しますので、また後ほど。はい、ドアがアサインされました。今11時15分です。でね、ここはタンデム下げなくてよくて車止めだけやればいいんですけど、このねトレーラーのこのドアフックね、なんか変なんですよね。これこうやって入るんだけど、これさ、こういう風にフックが向いてるから抜けないんですけど、まっすぐしてるから走ってる時に抜けちゃうんですよね。これがスポッて、わかるかな。そうそう、こうやって普通こういう風に内側になってなきゃいけないやつがまっすぐだから抜けちゃうんですよね、これ。でバックして入れる時に隣のトラックとかにね、開いてってバーンってぶつかるとやばいから、今仮で結束バンドで止めました。また出発する時にバチって切って行こうと思いますけど、とりあえずここからライブのロードを待ちたいと思います。あ、後ろブロック塀だけど結構ね距離があったんで、一応パッドロックしておきましょう。お客さんのところから走ってきて最初のストップだもんね、これ。よし、 OK で、今見たらシャワーがね、あ、手映っちゃった。シャワーが5個アベイラボーだったんで、早速シャワーを浴びたいと思います。いや、夕焼けが綺麗ですね。すごい、なんか本当に何もないところにボーンって作ったトラックストップって感じね。新しいラブズはやっぱこれぐらい広いしね、ゆったりしてるからゴミゴミしないというか、ちゃんと動線もすれ違えるぐらい取ってあるからいいですよね。シャワーはね今5つアベイラボーだったんで、チェックインしました。さすがカリフォルニア、20ドルですね。15分20ドルですよ、皆さん皆さんとか言ってトラック野郎おじさんみたいな
どうですか皆さん、それ系ですよねえ。他のステート17ドルとかね、15ドルとか、同じラブズでもシャワーの価格が違うんですけど、まあ僕はどっちみちリワードポイントとかシャワークレジットで入るんで、まあポイントがない時は入んないって感じなんですけど、20ドルですよ。で15分、女の人とかどうすんですかね。15分じゃ入れないでしょ。僕でもね、ヒゲとか剃ってのんびりしてるとギリギリの時はありますからね。いやいやいや、まあでもちょっと空いててよかった。なんか白い虫がいっぱい飛んでますけど、これ何ですか。タンポポの綿毛みたいなのはたかってくるんですけど、カメラには映んないかな。なんだなんだ、ハエかこれ、ウンカかこれ、何これ。ウンカって横浜しか言わないかな。なんかあの小映えのしつこいやつ、なんだこれ、なんだよ、すげえ俺だけたかってんじゃん。なんだなんだ、腐敗してんのか俺は。クリスマスだね。ジンジャーブレッドマンがいたじゃん。ジンジャーブレッドマンが。よいしょ。はい、シャワーを浴びてきました。さっぱりしました。いや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 、今ねまたなんかちょっと情報が2点3点してて、ちょっとスケジュールがよくわかんないんですよね。なんか確定してくれないから、うん、一応まだなんか準備段階だけど、今回お届けを終えたらジョージア行きの荷物を取ってくれるみたいな感じで話してたけど、まだわからんみたいな感じですね。とりあえず今日が金曜日で、明日土曜日で、明後日日曜日、その次は月曜日で、月曜日にお届けなんですけど、もう明日のお昼にはお客さんの近くまで行けちゃいそうなんで、今あ何時かなわかんないけど、夕方の4時40分あたりに止めたんで、朝の2時40分から走れますから、もう雪の心配とか凍結の心配は多分この辺はないと思うんで、走り出しちゃってで LA を抜けちゃいたいと思います。まあ明日土曜日ですからね、そんなに混雑はしないとは思いますけど、まあそれでも過去に週末通った時にね、渋滞飲まれたりしてるん でやっぱり事故が多いエリアなんですよ、あそこら辺ね。巻き込まれたくないんでね、交通量の少ない時間帯に走り切っちゃいたいなという感じです。はい、でその後ジョージア行きが取れれば来週ジョージアに行って、その後フロリダに帰ると、いろいろやんなきゃいけないことがありますんでね、しょっちゅうフロリダに帰らせてもらってます。はい、ということで今日の動画はこの辺にしたいと思います。ガラガラですねここね。でももうあと 1,2 時間したら多分満車になると思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。少しずつですが声が回復してまいりましたので、またねコメント返しもやりたいなと思ってます。でもねまだねちょっとね連続して喋るとちょっと、ガラガラになり始めるからまだ用心してます。空気も乾燥してますんでね、ちょっともう少しお待ちください。あれ好きだったんですよね、皆さんとねインタラクティブにこう交流できてね、またやりたいなと思ってます。いつもありがとうございます。高評価とコメントいつもチェックしてます。ありがとうございます。ということでまた次の動画でお会いしましょう。それでは皆様 Be safe。
完全に